7月25日までのオンラインタイムトライアルイベントは富士スピードウェイをスーパーフォーミュラで走ります。トヨタとホンダどっちも選ぶことができます。多分乗り比べてないんですけど、どっち選んでも大丈夫です。これはね、思いっきりが大事です。そんな車でタイムトライアル、成績優秀な方は2億クレジットもらうことができますのでね、ぜひともやっていきましょう。スポーツモードから遊ぶことができます。スポーツモードにあるんですけども、プレイステーションプラスに入ってなくてもできましてね、グランツーリスモを持っててある程度進めた方なら誰でもできるんで、おすすめなんでやっていきましょう。2億クレジットですよ、2億クレジット。アップデートに備えてやっていきませんか。らっしゃいらっしゃい、らっしゃいらっしゃいってことですね。世界記録の方の記録によってここのターゲットタイムが変わるんです。今だと1分22秒540で富士スピードウェイを回り切ると2億クレジットですね、13日後にもらえます。この13日の間に変わり続けるんです。記録が変わった場合ここも変わるってことですね。13日後にその変わり続ける中でどこに属せるかが報酬の分かれ目になっております。2500万と1億ではだいぶ違いますし、1億と2億でもだいぶ違います。1億クレジット、2億クレジット、これがどんだけかっていうとかなりの大金で、一番速い車が2台買えるような金額ですね。これ取っておくと有利です。毎週ありますからね。今回はめちゃくちゃ難しくないですけど、これが取れるようになっておくと今後こういったタイムトライアルイベントが開催されても取れるようになってると思うので、この際走り込んでも悪くはないと思うんでね、その取り方を見ていきましょう。これが先ほど私が走った時の映像ですね。まずね、これ結構定番になってます。小屋目指します。外に行きますね。ピットのマーシャルさんがいるところ目指しまして、左に張り付きまして、ブレーキ、この前輪乗ったぐらいかでブレーキします。で右に曲げて入って、トップスピード上げていきます。大げさに外から行く感じですね。これスタートと締めくくりで若干違うようでした。スタートはより思いっきりましょう。基本的にはだいぶこう大げさに外から行く感じですね。でここから大いに関係しますけど、縁石が左に見えておりますが、その縁石にタイヤがこう並ぶ前に、ここで今ちょうどグラフが出てます、回転数、このあたりに前タイヤが行ったらブレーキを踏んでいきます。2速か1速に順次下げる感じで、ここにここコンパクトに回れるようにするんですが、棒には気をつけて頑張ります。このギア下げてコンパクトに回るんですが、立ち上がりは3速あたりが安心していけるようですね。多分3速がいいでしょう。でここがですね、ここがね、富士スピードウェイを走られる方はうわーお祈りポイントだよ、嫌だなと思うかもしれませんが、今回そこまで恐れることなくて、このマーカーあたりから曲げていくとですね、曲がります。これがいいんです。なんとフルスロットルのまんま曲がれるから操作は割と単純なんです。そう、うん、曲がれちゃうんです、全力で。そうなんです、うん、ここもです。さらにこれがいいとこですね。この加減がね、苦手な方はここで話されることがあるんですが、ここまでうまいことやったら比較的容易についていくことができます。ここからなんです。ここからが難しくなってくるんです。そうなんです。これがね、赤いしましまに飲み込まれたら車体1台分進みます、突っ込みますね、フルスロットルのまんま。でその後ブレーキをして3速にして、もうこの辺から踏んでた方がいいんですが、滑るんです。もう最近タイムトライアルよくやったから分かるようになってきた。踏まないわけにはいかないんですね。かといって踏み優先の加減もちょっとはしますが、踏むのは優先で、ハンドル加減もすることによってオーバーステアは封じ込めていきましょう。ちょっと私は左を向いたので遅くなったという話です。これがなかったらよりいい。これは飲み込まれてから、ブレーキラインに飲み込まれてからブレーキを踏みます。車体全部入ってからブレーキを踏み、2速に
下げます。場合によってはここでお一足にしましたね。一足にして曲げて二足三足、三足が安定しますね。三足にしてこのポールより左を向くように心がけてから向いたらアクセルを踏んでいきましょう。できるだけねここを早く左向いておきたいんですけどね。このようにいきます。これも飲み込まれる直前ですね。リアタイヤがこのしましまに当たろうかなっていう時に踏みまして、踏んだ後やや間隔空けて3速にしてフィットしていきます。ここも突っ込みます。もう全部突っ込む感じですね。なんとねここの赤いしましまのどちらかというと中間よりは向こうの終わりの方まで行ってブレーキを踏みますよ。結構ねこの左に入るの待った方がいい感じというかね、全力であの辺から切ってたらこのラインになると思うんです。このラインで行きます。でスタートと同じように小屋に行ってるんですけども、早い方はねこの辺を行ってますね。かといって内側ではやっぱないんです。富士スピードウェアホームストレートが長いのが特徴ですからね、あっこにやっぱスピードを乗せていきたいんですね。あの辺を行くみたいです。どうやらこのスタートと同じラインを通りますと赤いしましまがこれねスピードによって伸縮してるんですが、飲み込まれたか飲み込まれる直前にブレーキを踏むといった感じでやってこのように目指していきます。縁石は踏まない方が良かったかもしれませんね。内側は、外は踏んでいって大丈夫です。それでやりますと21秒4台が出たんですかね。これですね、出ました。この後アシストセッティングも言います。今回はねパワーが600馬力はある車でしたかね。それを生かしていきたいんで、とにかく踏みたかったんです。かといって俊敏機敏すぎる動きをするんでね、アシストに助けてもらいました。もう車ブレるなよと、変な方向向くなっていうガチガチに固めてもねいいと思ったんです。踏むために縁石を踏む場面はそんなに多くないです。縁石を踏むときはこういうのが邪魔するかもしれないんですけどね、あんまり踏まないかなと思ったんで恐れずにこれ入れました。21秒461は今の時点ですね、ターゲットタイムより1秒ちょい早いんですね。ここから1秒はもう縮まないですね。1分20秒しか全体でないんで、この辺のアクセルオンこっからですね。ブレさせても各種2回まででしょうね。ブレようにもよるけど、ブレさせても大丈夫でしょう。この解説を見てやってもらったら、だいぶゴールド取りやすいかもしれません。結構序盤は関係ない感じなんですけど、全力でいけば。誰でも大体あのぐらいの感じで走れるんですけど、とはいえね、この第一コーナーが曲がった後の緩い左、通称お祈りポイント。言ってるのはこのチャンネルだけですけど、お祈りポイントが思い切れるかどうかは大事です。あのお祈りポイントの形状を覚えるためにサーキットエクスペリエンスをやるのも手ですね。次の動画、それの解説をやろうと思うんです。サーキットエクスペリエンス、ここばっかで練習できますからね。ここからこの長い右やって左までですね。ここばっか練習したりするのに使えるので、どんな形状してるのかなって覚えるためにサーキットエクスペリエンスの動画を見て、このタイムトライアルを勝てるようにするっていうのも一つの手だと思うので、よろしかったらそちらの動画も見てください。あとはね、これね、何回もやることになると思うんで、何回もね、チャレンジしてはこの動画を見てっていうのもタイムアップの一つの近道だと思いますので、ぜひとも有効にご活用ください。この後走行映像をつけるんですけど、そこが繰り返し見るのに適してますね。解説はちょっと長いのでそっちを見るのもいいと思います、解説は数回見るのにとどめておいて、だいたいどんなところに気をつけたらいいか、どんなタイミングでいいかっていうのはね、頭に入れといてほしいですよね。あとは細かなところは何回も見て覚え込ませるって感じですね。っていう使い方がこの動画はおすすめです。ここまでお届けしてまいりましたのはエクストリームアーティストのラブリエとモラでした。皆様
動画のご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time.